も入んない。うん、霧があんな風に発生するかな。そうだよね、変なの。わねえ、本当に体調悪そうだよ。寝つき悪い方だったっけ？スケちゃんが頼みの綱なのに。でもさっき、最近はずっとそうだって。心配だね。あ、京介、しっかりして。いいじゃん。諦めないで。
し、クリスマスクリスマスって日本人の癖しやがって。バレンタインの日とセットでな。ちなみにバレンタインデーに関するうんちくというか雑学を語ってもいい？そうか、まあいいや、お前なんか俺の仲間じゃない。やい、おまけに嘘つきですよ。やっぱりこの季節になるとこの人の曲がよくかかるよね。私結構ファンなんだよ。え、そう？クリスマスにはターキー食べようね。七面鳥のことだよ。味は似てるけど。ん？なんでそんなこと聞いてくるの？だってそんな気持ちになれる人がいないんだもん。京介の方は？私に聞かれてもわからないよ。もしかして京介、ガールフレンドなんか欲しいの？そっか。とりあえず私は京介でいいよ。ほんと最近寒くなってきたね。おはよう。
そういうわけにもいかないよ。そうかな。ありがとう。そうそう、昨日は先生に言い訳しておいてあげたからね。で、マージ使った？どうだった？エマちゃんには話してたんだ。それでやっぱりそんな出来事なかったって。そう、そうだよね。それで私の言う通りってことは、そういうシーン出てこなかったってこと？わかった。ホームルーム始めるぞ。席つけ。昼食べようよ。平気平気、それも言い訳しておいたから。おいしいね。やっぱりお料理上手だよね。エマちゃんの気持ちはわかるよ。うん、だろうね。京介くん、ずっとそのことについて考え続けていたんだろうし。それは内緒かな。他のことだったら多分もうじき分かるようになると思うけど。先延ばし、政治家みたいにね。だって私、京介くんのことが好きだから。キスしちゃうくらいにはね。あの夏の時だっていいと思ってた。もちろん他のみんなのことも好きだったけどね。そう、自分を見失うくらい京介くんのことも他のみんなのことも大好きだった。避けられないとしても、そんな時間は遠い方がいいからね。